Let me positive YouTube。 はい、どうも皆さん、こんにちは。ラックにこと、ベイです。ベイ、タケです。ビートロックは鳴りやまない。ビートロックを絶やさぬように、そんな思いを掲げ活動するこのチャンネル、グレイ、ティーブラム、サポーターチャンネル、ロックに来たけベイチャンネル。なんとあのグレイさんにもね、昨年マジでチャンネル登録していただきました。そして今年の春にはなんとティーブラム、なんとね、あのティーブランさんにまでもね、チャンネル登録をしていただきました。このロクニキタケベイチャンネル、グレイ、ティーブラン、サポーターチャンネルとして、ビートロックが鳴りやまないように、ビートロックを絶やさぬように、毎日してやっていくので、一緒にビートロックで縦乗りしてくれるみんなは、今、チャンネル登録お願いします。歌ってみた、叩いてみた、ゲーム実況、エトセトラ、そして、先行き、有名人、アーティストとのコラボもやっていきますので、今ね、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん最近どうですか？はい、私ロックニキはね、ロックニキタキはですね、6月もうね近づいてますけど、グレイ、あの20万人ライブリバイバルのね、ベルーナドーム参戦してきますよ。はい、もうねS 席取れていてね、テンション上がってるところでございます。当日大いにね、グレイを堪能していきたいと思いますよ。はい、そしてグレイね、新曲のフーダニットかっこいいですね。ハイプンのね、ジェイ君のコラボめちゃくちゃかっこいいですね。やっぱグレイのコラボ外れなしですね。はい、おすすめでございます。はい、そして7月 T ブランシングルス波紋ファイナル公演、こちらもね、参戦予定でございます。そして8月から9年ぶりのカラシア参戦予定でございますよ。はい、皆さんもね、ぜひね、今しかないこの瞬間に、今しかないこのライブ、アグレッシブにライブ会場に足を運んで、唯一無二の瞬間のビートに身も心も委ねましょう。超おすすめです。はい、バイオハザード RE4、 はい、引き続きね、久しぶりですけども、バイオハザード RE4 をやっていきたいと思いますよ。はい、チャプター11ということでね、ラモンの関係にはまり、レオンは地下深くに落とされた。そこへ、まるで待ち構えていたように現れたルイス。地上へと脱出し、アシュリーを助け出すためには、この信用できない男の手を取るしかなさそうだった。ということでね、レオンはね、ルイスとね、共にね、今合流して、アシュリーを助け出すために動いてるんですけど、なんと前回ね、スーパードンキーコング顔負けのトロッコのシーンがあってね、なかなか手に汗握る状態で、進んできたところでございました。はい、そんな続きからね、今日もやっていきたいと思うので、チャンネル登録お願いします。はい、では始める前にね、少しだけまたベイトークということで、はい、ゲームオープンに進みたい方は5分10分スキップしてください。でまずね、音楽。はい、音楽ね、昨日スタジオでずらっと歌ってまいりました。はい、近日ね、歌ってみた、また上げていくので、はい、ずらっと、もう伝えておきますと、まず、ね、まさにこの今の旬のこのグレイサバイバル、はい、上げていきます。そして、コンプレックス、Be My Baby、Be My Baby 上げていきます。はい、ボーイ、バッドフィーリング、はい、氷室京介、デカデント上げていきますんで、はい、今ね、チャンネル登録お願いします。はい、そして格闘技、ブレイキングダウンがね、まさに、本日ね、ちょうどブレイキングダウンテールが、行っておりますね。はい、このね、動画ちょっと前日撮ってるんですけど、はい、楽しみにしている試合はね、いくつかありますけれども、カウマン選手VS 小宮選手、井原選手 VS 富澤選手、ガリュー選手 VS 萩原選手、そしてなんといってもね、アンポルキア VS スダリオツーシ選手、アンポルキア選手 VS スダリオツーシ選手ね、この40キロ差のね、試合も楽しみでございますよ。はい、ライジンもね、後々控えておりますし、格闘技熱いですね。まずはブレイキングダウン堪能しましょう。はい、そしてゲーム。はい、先日、プレイステーションショーケースが行われましたけれども、
はい、残念ながらバイオハザード9の発表はまだなかったんですけれども、コナミの方からね、サイレントヒル2が発表がありまして、はい、またバイオハザードとは違ったね、独特の怖さがあるサイレントヒル2、素晴らしいグラフィックで、ございました。はい、10月発売ということで、早速このチャンネルをね、やっていきたいと思いますので、今のうちにチャンネル登録お願いします。サイレントヒルトランスミッションっていうね、コナミの方からサイレントヒルを紹介する動画も出ているんで、皆さん要チェックです。個人的にはサイレントヒル VR も楽しみたいですけどね。はい。それじゃね、今日もやっていくので、バイオハザード RE4、チャンネル登録お願いします。バイオハザード。あ、そっか、前回こうトロッコの途中ね、だったよね。まだ続くのかな、トロッコ。なんか取り損ねてるかな、あれ。どっちから来たんだっけ。お、いいのか、こっちに行けばいいのか。かな。ねえ。よし。さあ、罠ないだろうな。おお、ほら、危な。冗談きついぜ。屋根迂を貸回しすればいけそうだ。迂回しなきゃダメか。屋根を仕貸したん方だない。よ。仕方ねえよ。いや、屋根を貸したんだよね。危ねえな、おい。じゃあしょうがない。迂回だって。迂回どっちから？いけないんでしょ、こっちは。あ、降りるんだ。あ、そういうことか。あ、まっすぐ行けないけど、下から回っていくと。よし。って言うと、またなんか出てくるんじゃないの？大丈夫？よし。ルース来い。おう。OK。こんなやつをね、相棒がいると、ちょっと、いいね。はい、心強いです。よし。さあ、じゃあ行こうか。なんかいないか心配。また、ほら、声がしてる。です、お前先行けよ。え？出た。何？何何？油断するな。どれで？こいつら擬あ、態するぞ。もう来てんの？どこ？あ、飛んできてんのか。やべ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 、あいつ。キモ。よし。どうだ？ OK。そういうことか。気づかなかったよ、ルイス。お前が そのリアクションしてくれなかったら。いたんだよ。まあ、まだいる。はい。お、一発じゃん。一発。わ、次は。危ねえよ。こんなところ押したらもう一巻の終わり。あれ、湧いて出てんのか？ちょっと待って。ああ、目の前いたよ。ルース、何やってんだよ。お前、後ろかばってくんないと。思ったより数多いな。ちょっと、こっち行こう、一回。ルース、お前、後ろ見てくんないと。虫の巣窟。なんだこれ。際限なく生まれ続ける虫の森は、俺たちの仲間が何人もやられた。これ以上悲劇を増やさないために、巨大な巣にある虫の出入り口を破壊して塞いでくれたって。そういうこと。
とか出入り口を塞がないことには映えて出るんだこいつら。キリがないな。キリがないな、ね、こいつら意外に強いな。あいつ一回死なないの。あ、違うのか。ルイスが弱いのか。ルイスが弱いんだ。あ、ちょっと待って。怪我してんじゃん。ちょっとクラフト。うん、これ使うか。OK。他にクラフトできないかな。OK。とりあえず行こう。こっちから行っていいのかな。ちょっと待って。なんかアイテムある。取っとこう。通貨か。ちょっとこっちからでいいのかな。一緒か。回っていくだけか。こっちはえまたちょっと待って、リロードしとこう。リロード。ルイス、お前前行けよ。なんで後ろなんだよ。あ、あれかな、なんかウニョウニョしてる。そう、そういうことでしょ。あれ、やっつけれてんのかな。よし、オッケーオッケー、行っていった。あ、そういうことね。虫は苦手なんだ。さっさとやっつけてくれ。あ、苦手なのか。だから閉じて銃を使ったらどうだ。そうだよ、専門じゃないんでね、力仕事は。苦手だったのか。だから後ろ行ったのか、お前。あ、全部これそうか。こういうのもこれよし、くらい湧いて出る前にやっつけた方がいい。えい、まだあるかな。とりあえず、おお、ビビったよ。お前ビビったよ、お前。ちょっと、何もかん、当たんなかった。お前よ、ビビらすなよ。めちゃ怖え、めちゃ怖えって。ずるいよ、擬態してたら。あいつもかな。え、ああ、なんだお前、お前そういう何かよ。あぶねえ、こ気をつけてたってダメじゃん、こんなの。ビビった、お前ら。あれ、これ死体だっけ。お前死体だっけ。ああ、違う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 、怖っ怖っ怖っ。ダメだダメだ、見抜けない。お前、あ、そうか、死体ってことないのか。あえてバカすんだから。マジかよ、めっちゃ怖。まだ気づかない。お、まだいたよ。気づかないっつうに、こいつらやばいな。何匹いるんだよ。やば、怖。待てよ、ちょっと他に湧いて出てくるとこない。大丈夫大丈夫ね。あれ、あ、上、あ、上あった。ここあったよ。はい、はい、ほら来た。あ、もう一個あんだ。4分の3だった今。もう一個あるわ。よし、クラストないな。よし、ルイス行くぞ。まだもう一丁あるぞ。もう一丁あるぜ。またこの辺怪しいな。ちょっとこっちは何かあるのかな。どう、クラフトできないね。
よし、ルシ行くぞ。ちょっとおのおのリロードしてみよう。あ、またこいつ生きてんだろ。あいつ死んでる気してっけど、あれどっち抜け殻、これどう、これこそ抜け殻、騙されてっかな、何回もよ。ちょっと抜け殻かなこれ。どうなんだろう、動き出すんじゃない。ほらやっべえよ、騙されたかった。危ねえ危ねえよ、こいつ脱皮した抜け殻かと思うもん。あれ、あ、お前か。ちょっと引っ掛けが多すぎんぞ。あ、こいつもだ、こいつもだ、こいつもだ。あ、いいよな、もう見に行ったよお前。よし、クラフト、もう一回できないのね。よし行こうぜ。眩しいな。あれ、音聞こえんぞ。なんか何の音。おお、ほら、いたいたいた。どうか、いまいち当たんなかった。まだいるか、まだいるか、まだいるな。よし、あ、あ、どこどこどこ、危ねえな。お前ら不意打ちが過ぎるんだよ。この上の大事、あ、あそこあそこあそこあった。よし、見つけたよな。任務完了。完了、 OK。 よし、とりあえず巣はなくなったって言って、また油断したら危ないぞ。こっちは、お、ほら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 、ほら、そうなんだよ、お前来るんだよな。危ねえな。大丈夫か今、変な汁かかんなかった、大丈夫だよ。入り組んでるな。ここ行けんのかな。え、行ける、どう。お、行けるじゃん。あ、いたいたいた、商人いた。依頼をやっつけたのか。あ、どうりで誇らしげな顔だ。あれ、これ最初のとこ、これ、うん。よくやってくれた。オッケー。それで何がお望みだ。とりあえずちょっと待って、ね、修理ナイフの幸運をストレンジャー。うん、ストレンジャー。あとは、あ、売るやつ結構ある。どんな価値ある品だって墓までは持っていけねえぜ。ちょっと待って、組み合わせるといいんじゃない。ちょっと待って、また来いよ。ちょっと組み合わせるといいんじゃないの。これか、うん、どれがいいんだろう。エメラルド、あ、入んない。あ、大きさが違うのか。ルビー、こいつは、あれ、一個だけ、どっちが高いんだろう。あ、こうか。OK。だけ？とりあえず。うん。ウェルカム。これで売った方がいいよね。全然違うでしょ。こいつでどんな物も大歓迎だぜ。こいつと、
ベルベットブルー、あとチャオ。なんてこった、それなら高値をつけてやる。オッケー、ありがとう。結構お金入ったから、ちょっと買えるもん買ってこよう。これなんだろう、ライフルか。ここで金を落としていくか命を落とすかだ。簡単な選択だろ。うまいこと言うね。どうしようかな、ブラックテールってどうなの。30% オフだって。ちょっと待って、こいつの入るスペース、素敵な旅よ。ちょっとこいつの入るスペースないかな。あ、ここら辺売っちゃえばいいのかな、サブマシンガン。ちょっと待って、ちょっと整理してみよう。あ、自動整理、うん、ボットウェルカム、ボルト。どんな価値ある品だって墓までは持っていけ。センキュー。まだ入んないかな、まだ入んないか。ちょっとこいつ欲しいよね。価格以上の値打ちもんだ、約束するぜ。整理して、うん、持てねえなら先に整理しろ。確かにね、悪いな。いいんだよ、入るかどうか試すんだから。お、いいんじゃん。あ、こんでいいんじゃん。 OK、 入ったんだよね。これであんたのもんだ。 OK、 そしてまだ4万ある。どうしよう、ブラックテールも買っとく。そうだな、うん、あえて言うなら優等生ってとこか。最高にはなれなくても最良の相棒にはなるぜ。マジで。オッケー。あとはちょっとスプレーが、スプレー1個だけ買える時に買うってのが賢いやり方だ、うん、あとチューナップ。なんだかんだハンドガン上げときたいよね。本気で生き残りたいと思ってんなら武器を改造するんだな。まあ、みんな微妙にできないわ。もうちょっと売りたい。なんかないかな、売れるもの。お宝ガラクタ何でもござれだ。その価値を決めるのは俺たちだけどね。ちょっとハンドガンの弾1個だけ。いやいやいや、ちょっと待って、しょうがないか。他には惣菜、ちょっと惣菜入ろうかな。新しい相棒を手に入れたらどうだ。あ、違う違う違う、持ち物がいっぱいだぜ、整理しな。買うんじゃないよ。あ、レシピ買っとくか。ここで金を落としていくか。そりゃとっておきのやつだ。乗客にしか売らねえぜ。レシピ買っとこう。他には何かあるか。他は大丈夫。また来いよ。ちょっと待って、これで整理しとかないとね。自動整理。よし、こんな感じかな。ブラックテール強いのかな。あとこいつも、ちょっとこいつショートカットしとこう。じゃあこっちかな。こいつも上の方かな。うん、とりあえずこんなもんかな。ね、よしよし、行こう。さあ、ルイス、またした、行くぞ。あとはもう OK ね。お、エレベーターかな、これ。やった、そっかそっか、これでやっとたどり着いたんだ、ここ。このね、エレベーターはね、でもトラウマなんだよね、この、あの、ビレッジ VR からね、このエレベータートラウマになってんだよね。よし、行こう。あ、上上がっていくんだ。
疲れたな。なんせこういうのは久しぶりだ。わからないやつだ。なぜ俺たちのために命を懸ける？言ったろ。これは罪滅ぼしだって。どういうことか話せ。俺はかつて教団に手を貸していた。ああ、やっぱりか。そうなのか。お前らを助けたって過去がチャラにならないのは分かってる。それでもこれ以上犠牲者を増やしたくない。ならもっと真面目に働け。従者にしちゃ厳しいな。案外いいやつなんじゃない、ルイス。地獄からの脱出だ。さあ、新鮮な空気が俺たちを呼んでる。油断すんな。来んぞ。ここまで来ればついたも同然。あともう一息ってところだ。ほら、ほらほらほら、やばいじゃん。やられた。やられたよ。誰だ。ずいぶん久しぶりだな、ルーキー。なんだこいつ。クラザー少佐。クラザーだ。あんたがなぜここに。どういうことだ。盗まれた品の奪還、そして逃げ出したネズミどもの始末。やべえなこいつ。楽な仕事だ。アシュリーもあんたの仕業。なかなか察しがいいな。う、早っ。教えたはずだぞ、ナイフの方が早いと。強えな。おお、おお、強い。やるな。危ない。あー、やべ。あー、わかった。あー、痛い。痛え。やべえじゃんこいつ。さあ、お楽しみはこれから。倒せんのか。あんたも操られているのか。戦うのいいけど、ナイフかよ。やべ。遅いぞ。やばいやばいやばい。ナイフ、メレー。やばいやばい。パリパリ。よし、出し出し。はい。はいはい、エレ、よし、どうだ。すげえなこいつ。やばい。よし、ナイスルイス。生きてた。ここまでだ、ルーキー。あの頃から少しも変わっていない。期待外れもいいところだ。手強いなあいつ、クラザー。ルイス大丈夫か。俺はもうダメみたいで。え、やばいのかな。世界中のレディたちが悲しむな。マジで。もう喋るな。これを持ってけ。え、マジがダメか。俺の研究室の鍵だ。行って取り除くんだ、その寄生体を。助けろ。ルイス。アシュリーよ。マジか、やっぱ心臓いってんのか。本当クソみたいな人生だったか。でもお前どう思う、アミゴ。人は変われるよな。ルイス、変わったよ。はい、
なんとね、ルイスがやられました。最後にね、罪滅ぼしということで命を懸けて、いいやつだった、いいやつでしたね、ルイスは。はい、ということでチャプターエンド。立派だったよ、ドン・キホーテ。マジだよ。この借りは高くつくぞ。レオン・ルイスの方一人。チャプター12、地上を目指す。はい。ということで、皆さん、なんとルイスが亡くなってしまいました。はい、なんとも言えない悲しみです。はい、ここからね、ルイスの仇をレオンに取ってほしい。はい、やっていくので、皆さんチャンネル登録お願いします。今日はね、ここまでとしておきたいと思います。それじゃあ、ロックリキッタケでした。バイ。近々サバイバル Be My Baby 上がります。チャンネル登録お願いします。バイ。